明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて今日は皆様のご質問にお答えするビデオです。質問してくださった方々どうもありがとうございました。今日は一番質問の多かった私の生涯のベスト10の映画を紹介したいと思います。他の質問はまた別のビデオを作りたいと思います。まだ時間ありますのでどんどんご質問をお寄せください。さてベスト10ですが、吉田さんオールタイムベスト5をお願いします。ごま団子さん、人生のベスト10映画を教えてほしいです。はい、承知しました。私あんまり過去を振り返らない人間なんですけれども、今回過去を振り返ってみました。昔私が恋した映画を思い返してみました。まあこういう映画は今思い返しても胸がドキドキします。胸が熱くなります。で結構やっぱしたくさんあるんですね。30から40あります。まあこれ私が恋多き女っていうんではなくて、単に長く生きているからです。まあベスト10の前にこういう私が恋した映画捨てがたいんでざっといきます。でそれからベスト10の映画をお話ししてみたいと思います。これらの私の恋した映画は客観的ではないんですね。映画批評家として見たいい映画でもありません。まあ理屈抜きです。まあ恋というのはそういうもんですよね。理屈じゃないんです。私の恋した映画30本40本から16本に絞りました。作られた年代順に行きます。恋した映画ベスト10以外、いつも二人でオードリー・ヘップバーン、明日に向かって撃てロバート・レッドフォード・ポール・ニューマン主演です。スター・ウォーズの第一作目、ブレード・ランナーの第一作目、ラスト・タンゴ・イン・パリ、ベルナルド・ベルト・ルーチ監督です。愛のコリーダ大島渚監督、恋のエチュードフランソワ・トリフォー、マンハッタンウーディ・アレン、許されざる者クリント・イーストウッド、ファーゴ、コーエン兄弟、アイロンマンの第一作目、恋愛テクニック、ジャック・ニコルソン、ダイアン・キートンです。ダークナイト、クリストファー・ノーラン、パディントン2、スリービルボード、マーチン・マクドナー監督、シェイプ・オブ・ウォーター、ギレルモ・デル・トロ監督です。さていよいよ私の生涯のベスト10をお話ししてみたいと思います。まあこれらは特にお気に入りの映画で、まあ当然時々見返していますよね。何回見てもいいです。まあそれでとても順番はつけられません。それで作られた年代順にまたお話してみたいと思います。まあ、しかし吉田さんからベスト5というご要望がありましたので、最初にベスト5じゃない映画をお話して、それから難しいですがベスト5を選んでみました。映画の作られた年代順に行きます。まずベスト5以外から、市民権ローズバッドと書かれた子供用のソリが最後のクローズアップするのは何回見ても切ないです。いくら大富豪で怪物みたいな変人でも心の奥は子供なのです。子供時代の原体験はいつまでも私たちの心情風景になります。俺たちに明日はない、男は銀行強盗して女をしびれさせます。しかしその男はインポテンツでした。切ないラブストーリーです。青春を素晴らしく捉えていると思います。とにかくフェイ・ダナウェイがかっこいいです。チャイナタウン、ロマン・ポラスキーのフィルム・ノワールです。ジャック・ニコルソンとまたフェイ・ダナウェイです。二人のラブシーンは私的ラブシーンベストナンバーワンです。このカリフォルニアの灌漑の歴史はアメリカの黒歴史です。エイジ・オブ・イノセンス、マーティン・スコセッシ監督です。
ダニエル・デイ・ルイスとミッシェル・ファイファーが美しいです。20世紀初頭のニューヨークの上流社会はコチコチだったんですね。そこでの許されない恋愛は気持ちを抑えているがゆえ、ロマンスとエロスがメラメラと燃え上がります。ファントム・スレッド、またダニエル・デイ・ルイスです。ポール・トーマス・アンダーソン監督です。戦後のロンドンのオートクチュールを舞台にした恋愛映画です。人生か芸術かというテーマも好きです。ゴシック、おとぎ話、ヒッチコックを混ぜて絶妙なムードを作りました。次にベスト5です。作られた年代順です。ヒッチコックのめまい、私の好きな物語要素が全てあります。キム・ノバクの妖艶さをカメラが素晴らしく撮っています。昔のファム・ファタール的なヒロインに私はとても惹かれるんですね。今亡くなってしまった女らしさだからでしょうか。サウンド・オブ・ミュージック、この映画は何十回見てるんでしょうか。中学生の時からです。サウンドトラックを聴いて歌っていました。子供とも見ました。ザルツブルグでサウンド・オブ・ミュージックツアーにも行きました。男と女、この映画でヨーロッパと大人の恋に憧れました。アヌーク・エーメは憧れの女性で、ジャン・ルイ・トランチニアンは私の初恋の人です。冒険者たち、アラン・ドロン、リノ・バンチュラ、ジョアナ・シムカスです。それぞれテストパイロット、スペースカーのエンジン開発者、前衛芸術家です。この夢を追う友達3人は夢破れ宝物探しに行きます。3人の夢を追う姿が素敵です。友情、恋愛が切ないです。今見てもかっこいい映画です。マンチェスター・バイ・ザ・シー、この漁村とケイシー・アフレックの風情が何とも言えず好きです。映画を忘れてしまい、この世界に生きているように感じました。すべての脇役も興味深く親しみを覚えました。映画の中で元夫婦が再会するシーンがあるのですが、このシーンは私の映画史上のベストワン、シーンベストワンです。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のベスト5、人生ベスト5の映画も教えてください。この次の動画で皆様の他のご質問にお答えしたいと思います。まだ時間ありますので、ご質問をお寄せください。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。